はい、ちぐです。今日はですね、まあ、便秘に潜む怖さみたいな話をしたいんですけれども、まあ、ヒポクラテスってですね、まあ、ギリシャの昔の医者ですね、それが全ての病気が腸から始まるっていう、まあ、名言を残していたんですけれども、まあ、そのですね、全ての病気が腸から始まるっていう言葉っていうのは、まあ、長らくですね、 なかなかこう見受けもされていないというか本当かしらみたいな話だったんですね。それがここ20年ぐらいで実際にこう全ての病気が腸に絡んで起こってくる、そういったことがこう分かってくるようになったっていうところなんですね。まあ、腸の異常というとですね、代表的な病気としては、まあ、便秘があります。 で、便秘になるとですね、まあお腹がこう不快感があって、ちょっと気分が悪くなったりだとか、それからまあ痛みが出たりだとかね、それから力まないとこう排便が出ないためにですね、もうものすごい硬い便であったりだとか、それからまあ排便の頻度がね、まあ少なくてお腹に溜め込むんで気持ち悪くなったりだとか、それからお腹が張ったりになってことが起こるわけで、まあこういったお腹の張り感とかですね、便秘であるっていう悩みっていうのは、まあ人々にですね、こう身体的、心理的なこう苦痛を与え続けるわけなんですね。 で便秘の人っていうのはですね、しばしばこう、まあ、下剤を使ったりして、まあ、排便をしたりするんですけども、それと同時にですね、よく言われることが、まあ、食物繊維を、ね、しっかりとりましょうなんてことが言われるんですね。実際、食物繊維をです、ね、しっかりと取っているような人、普段からです、ね、取っていて、長らくそういった習慣を継げている人っていうのはです、ね、まあ、ほとんど便秘の人ってこういないわけなんですね。ですけれども、まあ、食物繊維を取らないような生活、例えば朝はね、まあ、パンとか卵で済まして、昼はコンビニ勉強を食べて、そして夜はですね、まあ、外食とかパスタとか、 麺みたいなのを食べているとです、ね、実はまあ食物繊維をほとんど取らずにです、ね、一日を過ごしている人なんていうのはです、ね、まあ、現代ではあまり珍しくはなかったりするわけです。ですので、多くの人をです、ね、特にこう現代の人はです、ねまあ、ほとんどの人が実は便秘傾向にあるといっても過言ではないんですね。 一般に、まあ、野菜とか果物というのはです、ね、食物繊維の、まあ、重要な供給源と考えられているんですけれども、まあ、食物繊維はです、ね、どの野菜、果物にも共通に含まれているわけではないんですね。例えば、まあ、果物なんていうのはです、ね、ほとんど90%以上がです、ね、水分で、まあ、食物繊維とか、ね、含まれているのはわずかなんですね。まあ、葉物の野菜とか果物ってのは大体重量あたり3%ぐらいしかです、ね、食物繊維含まれてないんですがサル、えー、量はもっと多いですし あとですね、食物繊維として一番、まあ、含まれている含有量があのグラムあたり多いのはやっぱり何といっても豆類なんですね。大豆とかインゲン豆とか、まあ、小豆とか黒豆とかこういったものっていうのは、お、ま、お、あ、よそですね、食物繊維の量というのは換算するとですね、葉物の野菜とか果物は約2.5倍ですね、含まれているということもあって、まあ、食物繊維の供給源として豆類というのは欠かせないわけです。 で食物繊維を、ねまあ、しっかり取るというときに、まあ、起こることのは、ね、便の重量が増すということなんですね。だから、まあ、普段ですね、便秘気味の人が急に食物繊維を取ったりすると、実は便の量が増えてしまって、かえってお腹が調子悪くなるということも起こりうるんですけれども、一際、食物繊維はお腹の中でどんなふうになっているかというと、えー、そのまま、ね、消化されずに、まあ、腸の中を通過するんですね。そして、まあ、腸といっても小腸の中を通過するんですけれども、まあ、小腸からです、ね、出たところに大腸という別の腸がありますが、そこの中では腸内細菌が大量に 存在していますそして、その腸内細菌がですね食物繊維を分解して、酪、まあ、酸という、炭素脂肪酸というですね、まあ、脂肪を作るわけなんですね。で、この酪酸というのがです、ね、ものすごく腸の中で、そして全身に重要な働きをします。で、この酪酸がですね腸の中にいることによって、ですね、まあ、まず腸のこう炎症が抑えられますし、そしてですねこの腸の炎症と同時に、ですね、まあ、全身に巡ってですね全身にこう炎症を取るような作用、それから、えー、免疫の機能を復活する作用、それから あとはですね、腎臓の血流であったりだとか、それから脳の血流をコントロールしたりする、そんなような作用もあったりするわけなんです。ですので、まあ、食物繊維を摂取することっていうのは、実は腸の中及び全身のですね、まあ、炎症を取るような方向に免疫細胞を誘導するんですね。なので まあ、例えば腸の中だけでなくてね、まあ頭の中の炎症である頭痛であったりだとか、膝の炎症であるですね、まあ膝の痛みだとか、腰の炎症である腰の痛みなんていう炎症っていうのはですね、ベース、まあ慢性的に炎症があるわけなんですけども、体が炎症を起こしやすいような状態になっているわけです。ということはですね、 え、もっともっと食物繊維をしっかりと分解して、食物繊維から取れるですね、炎症を取る物質、落散のような炭素脂肪酸が生じることによってですね、実は体の炎症がどん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 軽くなるという現象が起こりうるんですね。そしてこれらは実はデータでも示されています。え、食物繊維の摂取量っていうのはですね、推奨される量っていうのはまあ、たい 25g から 30g ぐらいなんですけども、まあ、推奨量の一番少ない 25g であったとしてもですね、実はそれぐらいの食物繊維がを取っている人というのは、 えー、膝の痛みとか、それから、えー、その他関節の痛みのですね、まあ、発症してくるリスクというのが圧倒的に低いということが疫学のデータで示されているんですね。それから、えー、食物繊維そのものをやっぱりね、摂取すればするほどですね、まあ、変形性関節症と言われるような、えー、膝の関節のですね、まあ、炎症の代表的なものですけどね、変形性質関節症というののリスクが圧倒的に下がることも示されています。もちろん、えー、血圧であったりだとか糖尿病とか脂肪肝とか骨粗しょう症、認知症がんに至るまでですね、まあ、炎症が 原因の疾患ってたくさんんあるんですねですので、まあ、こういった疾患をですね防ぐためにはどういった食生活をした方がいいのかというのは、まあね、言わなくてもわかるかなという,ふうに思います。実際、ですね食物繊維の摂取量と、えー、全身死亡率、まあ、これはあらゆる原因での死亡ですね、それから心血管死亡率、それからがんの死亡率、こういったものはです、ね、いずれも食物繊維の摂取量の少ない人と比べて圧倒的にですねそういったリスクが減るわけなんですね。 心臓血管疾患による死亡率は23%下がるし、癌によるリスクはですね、17%下がるし、そして、すべての原因による死亡はですね、23%下がる。なんていうですね、疫学データも示されているように、まあ、炎症性の疾患、慢性疾患をですね、予防する上で食物繊維の存在っていうのは実は欠かせないんだよってことはですね、かなりこう、クローズアップされているんですね。 まあ他にも免疫力を上げたりだとか血糖値を昏倒したりだとかまあ直接な効果の他にですね他にもですねまあそのえ食物繊維をしっかりとることによって便通がスムーズになるっていう状態になるとですねまあ排便時にですねグーッとこう息むってことがなくなりますで実は脳卒中のリスクを高めている場所っていうのは圧倒的にですねまあ冬場のお風呂とまあトイレの中なんですね実は排便時のジの息みというのは脳卒中脳出血を引き起こすリスクが約 7.3倍になるということが言われています。ですので、スムーズにですね、排、ま、便、あ、をすることができるだけで、実はですね、脳卒中のリスクを大幅に下げることができるわけなんですね。すなわち、食物繊維をしっかり取ることによってですね、まあ、そういった急激な脳卒中のような疾患のリスクをですね、大幅に下げるチャンスがあるので、ぜひですね、まあ、食物繊維足りてないなっていう人はですね、少しずつ少しずつこう増やしていく、まあ。急にですね、今までの倍量を食べると大体ですね、お腹が張って失敗するんで、まあ、急激に増やしすぎないことが重要ですけれども、まあ、少しずつ少しずつ 増やしてしっかりと反面が出ることを確認しながら増やしていくということをしてもらうとですね健康上の効果が、まあ、年単位ですね積み上がって慢性疾患リスクを下げてくれてその亡率を下えてくれるということまで起こってきますのでぜひですね皆さんそういったことを意識して食物繊維を取りましょうえ今日の話に役に立ったよという方は高評価のボタンをお願いしますチャンネルフォローもよろしくお願いします